憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの上領を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったか。使えるやつだといいな。
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト、この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちは桜花だ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕相だな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。桜花、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも普段はのどかなものだがな、君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。ついてきてくれ。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく生き残ったものだ。中津国に来てからまだ日は浅いのか。なに、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな、急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ。冗談だ、そんな顔をするな。さあ入ろうか。長いやら主のいなかった家だといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな、何かと不自由を強いるかもしれん。まあうまくやってくれ。さて、じゃあきたか。すまないが一緒に来てくれ。戦の時だ。お頭、遅くなりました。敵は？雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員、迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。桜花と共に迫る鬼を撃て。モノノフを名乗るに足るか、その力試させてもらう。
いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて人の世を守らん。行け、そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常だ。8年前の大曲時以来、私たちは戦い続けている。この世にあふれ出た異形の鬼と、奴らは人の魂を食らい、時の因果を壊してこの世を異界に作り変えている。日の本の大半はすでに異界に沈んだ。もういくつ里が滅ぼされたかわからん。あの美しかった森も今や歪んだ平安の世界に変わってしまった。人の住まう地をこれ以上侵させるわけにはいかない。一匹取らず殲滅するぞ。よし、では行こう。任務に出るときはそこの受付で記帳していくのが決まりだ。詳しい話はユウに聞いてくれ。行け行け、そして行け、そして生きて戻れ。私、ユウと言います。ここで皆さんにお願いする任務を管理しています。任務を受けられる際はこちらに記帳していってくださいね。戦場にはそこの出口から出発できます。突然の任務、大変だと思います。でもご無事で。何時に英雄の導きがあらんことを。詳しい話はユウに聞いてくれ。こんにちは。頑張ってください。ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。鬼を撃つ鬼とならん。戦況が見えているな。鬼のムクロを払うのを忘れるな。奴らが奪い溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それもモノノフの務めだ。
戦況が見えているな。仕上げだ。一気に片付けるぞ。的確な援護だな。無明の闇より解き放たれ、これよりは何時と共にあり合い。驚いたな、御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂、心強い我らの味方だ。誇るといい、御霊と心を結べるのは才あるもののふの証なのだから。任務達成だな。御霊と魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、モノノフとな。初陣で御霊を宿したのは君が初めてだ。君が鬼から解放したのが誰の御霊かわかるか？源頼光。平安の時代に鬼を撃った英雄だな。君にふさわしい御霊だ。モノノフは歴史の影防止、人知れず鬼を撃つ影の存在。御霊と魂を結び、異能の力を振るう者。君はその一人となった。覚悟しておくことだ。これから忙しくなる。さあ、お頭に報告。戦果は上々とな。
あなたは。噂の新人の方でしたか。僕は秋水、モノノフの研究員を務めています。何かわからないことがあれば何なりとご相談ください。あなたはどことなく変わった雰囲気をお持ちですね。滅びに見入られたこの世界であなたがどう生きるのか楽しみにしています。誰？噂の新人御霊？いいもの持ってるね。御霊のことなら私が専門。何か聞きたい？御霊の声が聞こえるのは特別な才能だ。あ、忘れてた。御霊は武器に宿すもの。持ってるだけでは力を貸してくれないから注意して。なんでおめえは新入りだ。わしゃタタラだ。覚えとけ。おめえの装備はわしが鍛えてやる。必要なもんがあったら遠慮なく来い。簡単に死ぬんじゃねえぞ。わしの仕事が無駄になる。しっかり戦ってきな。私がお世話します。
何なりとお申し付けを。今後ともごひいきに。戦いに必要だというのなら仕方がない。耐えてみせる。頼りにしているぞ。
助かる。承知した。うん、いい判断だ。状況が見えているな。よし、いいぞ。雨を外すなよ。里に帰るまでが任務だ。活躍です。行こうか。頑張ってください。さあ始めようか。ああ、
判断だ。やあ、任務は順調のようだな。どうだ、歌方の暮らし。そうか、ならよかった。美しい里だ。緑豊かで、水も澄んでいる。私には妹がいてな。ここで一緒に暮らしている。それだけに、この里を鬼に蹂躙させるわけにはいかない。まだ経験の浅い君を最前線で戦わせてすまないと思っている。ただそうする以外に私たちには生き残る術がない。どこも人手不足でな。8年前の戦で多くの仲間を失ってから。君には期待している。里の人々をその手で守ってやってくれ。そうだ、言い忘れていたが、私は任務でしばらく里を留守にする。その間、他の者と任務に当たってほしい。これが問題児たちなんだが、まあ、君なら大丈夫だろう。よろしく頼む。
躍ですね。怪我しないでくださいね。よ、あんたが噂の新人か。おう、いい顔している。立つ方も負けてられないな。負けてません。私の方が先輩で、私の方がズンなんだから。ま、仲良く行こう。俺は伊吹、こっちは初穂だ。よろしくな。さて、お子様と一緒に行きますか。ふん、勝手に行ってればいいわ。ちょっと君、私の方が先輩だからね。その辺をしっかりわきまえるように。やれやれ。アツコは一応あんたの先輩だが、実際はここに来て日が浅い。ま、同期に頼んだつもり。仲良くしておいてくれ。でも気をつけろよ。お子様は競争相手のところでご機嫌になるんだ。頼らせてもらうぜ。やるね。こいつは楽できそうだ。ふんだ、私だってそのくらいできるわ。見てなさい、私だって強いんだから。またワンサカ出てきたな。さて、大掃除といきますか。来た、待っていたぞ。いい判断だ。とっとと片付けるぞ。お、ありがとな。
任務達成だな。帰るとしますか、歌方に。任務ご苦労だったな。ウォーカー戻ってたの？ああ、そちらの守備はどうだ？上々さ、頼もしい仲間が増えたからな。なあ初穂、いちいち私に振らないでよ。少しは戦力になってたかもね。ロスなら心配なさそうだ。君には苦労をかけたな。問題児二人の相手は大変だったろう。俺まで問題児扱いかよ。一人で戦っても鬼には勝てない。仲間を信じ頼ることを覚えてほしい。まだ不慣れなことも多いだろう。しばらくは二人と行動を共にするといい。よろしくね、相棒。もうしょうがないな。ダメだ、お前にはまだ早い。そんなことない、私だって十分やれるわ。ならば任務で力を示すことだ。わかったわよ、もういい。お前か。見ての通りのおてんばでな。鬼の中にはザコとは比べ物にならない強力な奴らがいる。人の身の丈を優に超える大型の鬼。今はお前たちの手には余る敵だ。強くなれ、それだけが生き残る道だ。いらす。ただ鍛錬あるのみ。毎度。む、君、何か用？そうね、ポカポカしてて。って、どうでもいいこと言わせないでよ。ヤマトがね、君と一緒に行動しろって。三人前は二人揃って一人前だ。そうよ、失礼しちゃうわ。まったく、こら、君もバカにされてるのよ。平然としてる場合じゃないわ。強くなって見返してやらなきゃ。ちょうど片付
けない任務があるの。ちょっと付き合ってよ。いい訓練になるでしょ。そう来ないとね。じゃあ行くときに声かけてね。
みんな私の弟や妹だって気がするの。だからお姉さんの私が守ってあげなきゃ。ってごめん、意味わかんないよね。そのいろいろ事情があって。これって非常招集の鐘？どうなってるの？接近中の鬼を確認し、大型の鬼だ。里にまっすぐ向かってきている。これ総員迎撃態勢を取ってもらう。そんな、もしかしてさっきのって。どうしよう。きっとさっき気配を感じたやつよ。私たちの後を追ってきたんだわ。そうよね。うん、やらなくちゃ。オーカ、イブキ、二人は出撃し鬼を撃破しろ。パツオ、お前たちは残れ、里の守りを任せる。待って、ヤマト。お願い、私たちに行かせて。言ったはずだ、まだ早いと。半人前は一人前だから、二人ならやれるわ。お願い、里を守りたいの。私たちなら絶対倒せる。だから行かせて。お前も同じ考えか。君いいだろう。王家、お前は部隊を置いて里の守りにつけ。はっ。篤斗、伊吹、三人は出撃し、速やかに鬼を排除しろ。ルナ。ヤマト、ありがとう。一緒に行こう。ああ、盛り上がってるところ悪いんだが、俺も行くって分かってるか？いらっしゃ。うむ、何やら幸せな。毎度。人は訳が違う。慎重に相手の動きを見極めて戦うんだ。そのみんなの命がかかってるんだから。珍しく物分かりがいいな。あとその援護頼む。今だ、一気に叩き込め。行くわよ、叶えなさい。
なんとかなったな。お手柄だぜ、お二人さん。よかった、里を守れて。泣くな泣くな。さあ帰ろうぜ、俺たちの里に。よくやった。それでこそ鬼を撃つ鬼だ。やればできるんだから。ハツオン、これでお前たちは名実ともに一人前のモノノフだ。働いてもらうぞ、これまで以上にな。任せてヤマト、私たちきっともっと強くなるわ。まあ、俺にくらまだだけどな。お子様は黙ってて。誰がお子様だ、誰が。まったく困った問題児たちだ。あ、待って、君に言わないといけないことがあって。いろいろ助けてくれて、ありがとう。それだけ。じゃあまた任務でね。1年も前のことです。大きな戦が、北の地で鬼門が開き、鬼が人の世に溢れ出たのです。これを大曲時と言います。モノノフたちは7日7夜戦い続け、なんとか鬼の侵攻を食い止めました。ですが多くの町や村が滅ぼされ、鬼の住まう異界となってしまいました。残ったのはここ、中津国だけ。そして人の世は今も蝕まれているのです。過去と現在が混ざり合う鬼の世界に。以上、授業はおし。ちゃんと理解できた？君、本当に何も知らないんだもの。さては、座学サボってたわね。そりゃ私だってちょっと苦手だったけど。とにかく、ちゃんと勉強しておくこと。でないと、また私が先生役やらされるんだから。
気に入られてしまったみたいですね。この子迷子みたいで、よければ一緒にいてあげてくれませんか。じゃあね。キリン、キリン、なんなり。今後ともごひ。いらっしゃ。毎度少しいいか。ここでの戦いにも慣れてきただろう。そろそろ別の者とも任務に行ってもらう。これまで他の任務で留守にしていた者だ。たことはあるまい。名を凪と富岳という。いずれもお前の専任だ。だが今のお前なら遅れは取るまい。先行している二人と合流し速やかにろ。ここ数日、正体不明の鬼に襲撃される者が相次いでいる。まさかとは思うが、用心しろ。お前の成長の証、見せもらうぞ。ご活躍です。怪我しないでくださいね。
新しい方ですね。私はナギと申します。今日はよろしくお願いいたします。は足引っ張んじゃねえぞ。富岳様は少々人見知りをする方ですから、一緒に頑張りましょうね。参りましょう。し、行くぜ。狩りの時間だ。虎穴にいらずんば虎子を得ず、参ります。なんざ話にならねえと思ってか。面白い。ついてこいや。ま、ざっとこんなもんだな。なんだあれ。Thank you.
勝利でございますね。しかし、これはお頭に報告する必要がありそうです。例の鬼の襲撃を受けた。よく無事で戻った。何だったんだあれ、急に出てきやがってよ。お前たちだけではない、他にも襲われた隊がある。戦い終わって疲弊したところを狙う。これまでの鬼とは異なる動きだ。対策を打つまで一人で行動するな。しばらくはこの三人で動け。しゃあねえな。鬼の行動の変化、興味深い事実ですね。学者の血が騒ぐってか。ま、どの道俺には関係ねえ。先に帰らせてもらうぜ。おい新入り、悪かねえ腕だ。せいぜい頑張んな。富岳様が人をお褒めになるとは、青天の霹靂にございます。申し遅れました。私、学者の端くれをしております。何かお困りの際はお声掛けください。お力になれるかもしれません。では、また次の任務でお会いしましょう。鬼の襲撃の増加、あまり良くない兆候ですね。どうやら計画を必要がありそうです。キャー！ 負け！